いつもご視聴いただきありがとうございます。花八キャンプです。だんだんと涼しくなってきて、今からキャンプを始められるという方も多いんではないでしょうか。そんな中、こんな我が家にも小さい子供を連れてのキャンプについて聞かれることがあったりなかったり、子供がいると不安なこともありますよね。ということで、今回は子供とのキャンプについて動画をお送りしたいなと思います。キャンプで過ごす家族の時間はそれだけで非日常的になりますよね。我が家も子供たちといろんな経験をさせてもらってます。貴重な子供との時間を自然の中で過ごしてみてはいかがでしょうか。ほんの少しでも家族でキャンプに行くきっかけとかになったらいいなと思って動画を投稿してます。またこのチャンネルではファミリーキャンプに関して動画を配信しております。チャンネル登録いただき、今後もお付き合いいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。まず子供とのキャンプで大事にしていること、その1、キャンプ場選びです。景色が綺麗なキャンプ場だったり、動物と触れ合えるところだったり、いろんなキャンプ場が最近はありますよね。そんな中でも我が家は家から近いキャンプ場を選ぶことが多いです。家から遠いと移動だけで子供が疲れたり、ダダをこねたり、それだけで子供も大人も疲れますよね。また何かあった時にすぐに家に帰れるのもいいところかなと思います。特に小さい子供がいると無理をしないことが一番大事だと思ってます。また車の横付けが可能かどうかも我が家としては大事かなと思ってます。車からサイトが遠いと荷物の搬入だけでめちゃくちゃしんどいですよね。また車がすぐ横にあると、子供が夜泣きした時や何かあった時にすぐに避難できるのも安心できるなと思ってます。それ以外にもいろんなキャンプ場選びの条件があると思います。家族構成や過ごし方などによっていろいろ条件は変わってくると思うので、何が大事かを考えて選ぶといいんじゃないかなと思います。次に大事なのはテント。一人でも設営が可能かどうかっていうところは大事だというふうに思ってます。設営中に子供をほったらかしにするわけにはいかないのはファミリーキャンパーあるあるではないでしょうか。なかなか目が離せないですよね。本当は家族みんなで協力して設営というのが理想ですが、なかなかうまくはいきません。ということで、一人でも設営が可能かどうかというところはすごく大事だと思います。ちなみに我が家が使っているこのテントは、これだけ大きいのに一人でも10分くらいで設営ができて、めちゃくちゃ楽ちんです。素早く設営できると、その分家族との時間が増えるので、一人でも設営できるようにイメトレをしていきましょう。次はキャンプでの過ごし方です。ゆとりを持ったスケジュールを立てていきましょう。せっかくキャンプに来たからあれもこれもしたいというふうに思うこともあると思いますが、子供がいるとなかなか予定通りにはいきません。なんだかんだしてるうちに慌ただしくキャンプが終わる、これもファミリーキャンパーあるあるではないでしょうか。それはそれで楽しいんですが、せっかくなんで何もしない時間を過ごしてみるのもいいんじゃないかなと思います。せっかくなんで凝ったキャンプ料理をしたいという方も多いと思いますが、慣れないうちはまずは簡単な料理から始めてみるのもいいんじゃないかなと思います。キャンプで食べるだけで何でも美味しく感じますよね。ちなみに我が家は焼肉や焼きそばなど簡単だけど子供が好きなものを食べることが多いです。
特にやることも決めずに自然の中でゆっくりと過ごすことをおすすめします。次にこれはよくご質問いただくんですが、夜泣き対策、これもちょっと気になりますよね。個人的には子供はもう泣くものなんである程度仕方ないかなという気持ちもありますが、やっぱり特に静かなキャンプ場とかだとめちゃくちゃ気になりますよね。まあ、お子様にもよりますが、我が家はなるべく普段のリズムで過ごすことを心がけてます。またお腹が空かないようにしっかりと寝る前は普段よりも食べてもらうことを注意してます。またそれでも子供が目を覚ましてしまった時には、まあ、好きなおもちゃや食べ物を枕元にセットしてすぐに対応できるようにしてます。我が家はよくタブレットにお世話になってる気がします。それでも完全に夜泣きを対策するのは難しいと思うので、やっぱり周りのキャンパーさんにご挨拶しておくのも大事だと思います。コミュニケーションをとって小さい子供がいることを知ってもらうと、温かく見守っていただけることもあるんじゃないかなと思います。これもお子様によって対策も違うと思いますし、いろんなキャンパーさんもおられるので一概に言えることではないかもしれませんが、子連れキャンパーの方にも精一杯キャンプを楽しんでほしいなと思います。次に大事なのは子供の服装、これも大事です。特に防寒対策は必須だと思ってます。日中は暖かくてもキャンプ場の夜はかなり冷えますよね。やりすぎかなと思うくらい上着などをいっぱい持っていくと安心できます。我が家はヒートテックやフリース、難燃性のブランケットなどを多用しています。使わないこともありますが、やっぱりあると安心ですね。寒くてキャンプを楽しめないということがないように準備していきましょう。次は道具編です。これがあれば便利かなっていう道具を少しだけご紹介します。まず一つ目はコット。出すのが面倒で毎回出すわけではないんですが、やっぱりあるとこれは便利ですね。子供がふと寝てしまった時とかにすぐに寝かせられたり、上で遊ばせたり荷物置いたり、いろんな使い方ができます。また子供はすぐに道具を汚したり壊したりしてしまいますよね。まあ、そんな時でもなるべく怒らないように、汚しても許せるものを使うといいんじゃないかなと個人的には思ってます。また汚すといえばということで、最近話題の除菌棒、こちらもご紹介させていただきます。これさっと取り出してこのようにスイッチを押すと UV ライトが出て、なんとこれで除菌してくれるという代物です。我が家は今まではこのようにスプレータイプのアルコールを振りかけて、でティッシュで拭くというふうなことをしておりましたが、意外と面倒ですよね。この除菌棒があればこれだけでさっと除菌できるので、グルキャンの時とか、まあ、キャンプ関係なく外出した時とかにもすごく使えて便利だと思います。また好奇心旺盛な子供は危険なものに近づいてしまうこともあると思います。そういったものに近づかせないように、このような囲炉裏型のテーブルがあると便利です。特に今からの時期の焚き火は気持ちいいですよね。子供が焚き火で火傷をするなんてことがないように注意しましょう。またこのフィールドラック、今までの動画でも散々おすすめしておりましたが、やっぱりおすすめです。安定感もあって子供が乗っても安心です。子供は持たれたり乗ったりするので、安心感のある、まあ、背の低いものを我が家は使うことが多いです。またお座敷スタイルもおすすめです。家で過ごしているかのような安心感があって、しっかりと歩けない子供がいてもゆっくり過ごすことができます。過去動画でもご紹介しているので、よければこちらもご覧ください。以上、我が家が子供とのキャンプで意識していることについてご紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。
キャンプに行けない理由の一つに、まだ子供が小さいからということを聞くことがあります。確かに小さい子供がいると心配な気持ちもとってもよくわかります。だけどいつまでこうやって子供たちと過ごせるんかなと思うこともあるんじゃないでしょうか。自然の中で過ごすキャンプは子供たちにとってもいい経験になると思いますし、家族の時間をより濃くしてくれると思ってます。貴重な時間をぜひキャンプで過ごしてみてはいかがでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回はあくまで我が家の意識している点なので、まだまだ他にもいろんな工夫や注意点があると思います。ぜひコメント欄で教えていただければ嬉しいです。次の動画でお会いできるのも楽しみにしてます。ありがとうございました。